のっぱでございます。私はこの生体模写というのは元祖ですから、全然元祖でございます。というのは声色ってものは昔からあったんですけども、生体模写なんてまあ学術的な名前をつけたのは私だってわけです。この頃地引きなんかにも生体模写なんて出ておりますですよ。和英なんか弾いても確か出てる、大したもんだと思いますけど、私のあれが出てない、まだ学者が不勉強だと思いますが、では一つその声色、今から三十数年前からやってたんですから大概嫌になっちゃいますけど、だからこの頃はあんまり用いませんけども、その頃の声色というものはですね、ありましたですよ。それは昔からお芝居があるんですから、そのお芝居の役者の真似をする声色使いというものがいて、声色屋さん、これが外でもやりました。よくボーンとドラを叩いて拍子木でチャン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 とやりながら、死んだと思ったおとみたお釈迦さんでも気がつくめしばなやって自分で言うの自分で褒めまして、これはまあ、商売人です。ところが宴会やなんかあって、みんなでもって一つ声色ごっこやろうじゃないかなんていうことになると、どういうことをやってたかというと、そこに山寺の和尚という、不思議な、これは何なんですかね、私はその元歌はよく知りませんけども、これがまた どの役者のセリフで言ってもうまくはまるんですね。実例として、これもご存じない方も随分いらっしゃるわけだけども、ご存じの方もいらっしゃるらしいから、一つ実例を科学的に実験してみましょう。先代の幸四郎です、松本幸四郎、高麗屋先代ですよ。無論山寺の和尚、あれはケルタワシ、あれはヌワシ、ペコを袋へと仕込んで、ああポンとければニャンとな、おぼぼらポンとければニャガニャガニャントーナー山寺のというと、お師匠さんはって言って歌って三味線を弾いて、また違う役者に移るというようなのが、まあこれは割合にお素人衆がお座敷でもって遊ぶ時の声色だ。名前も生体模写であるからして、少し新しくしなくちゃ、これじゃあ古いというんで、思いついたのが大した発明じゃなかったんですがね、童謡だの、それから流行り歌なんてとこへ持ってってみたんです。童謡へ持ってきます。牛若丸、これは先代の歌右衛門です。大成駒と言われました歌右衛門。今日の五条の橋の上、大の男の弁慶は長い薙刀振り上げて、牛若めがけて切りかかるってなことを言う。そうすると今度その後十五世、右左衛門です。牛若丸は飛びのいて、持った扇を投げつけて、こいこいこいと欄干の上へ上がって手を叩く、こういう具合になる。この声色屋時代でございます。こういうことをやってた、頃には随分いろいろやりましたよ。今はね、割合にお聞きになる方がご存じないのが多い。だから今の、生体模写屋さんは気の毒ですよ。やったってわからない、通じない、客が悪かったねというようなもんですね悪口を言うらしい。まあ私の歴史を、歴史というほどのこともないけども、ま あ歴史を飾るものはですな、徳川無生の代役をやらされたことがある、この NHK で。 NHK って言っても愛宕山の方でございましてね、まだこういう立派なスタジオではなかった。その頃に無生が、これは自分でもさんざん書いてるから言っちゃってもいいんでしょうが、単にこう飲む頃、水じゃないですよ、いろいろ飲む、飲んで伸びちゃって出てこられなくなっちゃったことがある。でその頃のこの愛宕山の、文芸部長、
久保田万太郎先生でした。お前やっちゃえてやりましょう。どのくらいって言ったら3、40分だよ。そのくらい無線になることはわけないから、やりましょうというんでやりました。孫悟空、さて万寿山のご召喚を立ち入れました悟空は金刀雲の上で小手をかざし、どこへ参ろうか。あ、そうです、東海を経て蓬莱山へ行くが良策であると。やがて門前に降り立ちし悟空、お頼み申す。いや、これは採点体制ではございませんか。どうしてこちらへ。いや、少し用事があってやってきたんだが、賛成はございたくか。その時横手より悟空めがけて突き出された槍一筋、うわいってなかった。これを3、40分やりました。無論これは、代役ということは歌ってやらないと詐欺になりますからね、NHK としては六波が代役をするんだということは言ってくれたんですけど、やっぱり弁士の中で大辻四郎という秘訣がおりました。それを真似してみますと、映画が出るんですね。映画、無声映画です、もちろん。で、記者がつきます、停車場へ。え、聞くは叫んだです、ステーション、ステーションって。これはよく考えるとおかしいですよ。それからまた言うことが、スピード違反を追っかけるおまわりさんの白バイは無論スピード違反である。今日はね、私の定食でございます。もうまたあれかとお思いになる方があると思う。しかし、やっぱりやらないわけにもいかないんで、やります。炭鉱節です。月が出た出た、月が出た、よいよい。最初これも弁士だったんですが、ここでよく陽気な喫茶店っていうんでご存知でございましょう。松井水星、月が出た出た、月が出た、よいよい、おらが炭鉱のこの上に出たんでございます。あんまりこの煙突が高いんでな、さぞやおつさんが煙たからおさぬよいよいと、こういうことになってる。ちょっと変わったところでやってみますと、新国劇の島田翔、新しいところでやってみます。あなたを待てば雨が降る、濡れてこぬかと気にかかる、ああ、ビルのほとりのティールーム、雨も愛しや歌ってる甘いブルース、あなたと私の合言葉、有楽町で会いましょう。でもいいわけです。ではもう一つ、おしまいは、これはおなじみのトンチ教室の石黒旦那でございます。石黒圭七さんが、先生に何か質問される、それ答える、答えるのが、これは炭鉱節で答えるわけでございます。月がリタ、リタらしいですね。よいよいと、おらが炭鉱のですね上に出たんですが、ダメかなこれは。あんまりその煙突が高い関係上ですね、佐渡屋お月さんが煙たいんじゃないんだろうかと言うわけですな。はあ。